wherever you're going, I'm going too. I'll follow you through the black and the blue. おお、綺麗ですね。おお、なんかウェディングがいるぞ。ウェディングいるね。同じ日じゃないですか。同じ日ですね。おめでとうございます。さて、あのタイ料理から1年経ちましたよ。はい。結婚記念日のお祝いに、2人でランチに。はい。アフタヌーンティー。アフタヌーンティーですね。なんかずっと行きたい行きたいって、2人でまだ行ったことがない。憧れのアフタヌーンティー。本当勝浦の海綺麗だよね。これ合ってる？なんか合ってそうじゃない？でも。めっちゃ綺麗なとこでしょ。ね、素敵だね。ね。うん。大丈夫。おお、素敵。このような雑誌などのご用意もございますので、あのよろしければご滞在の間、お茶をしながら雑誌を見ながらどうぞくつろいでくださいませ。まず季節の和紅茶3種類ご用意しております。こちらでございますが、ご滞在の間おかわり自由となっておりますので、あちらの方をご利用くださいませ。そしてもう一つセレクトドリンクと書かれた方でございますが、はい、ありがとうございます。セレクトドリンク全部で6種類ご用意しております。こちらお一人様2回ご利用いただけますので、好きなのどうぞお好きなタイミングでご利用くださいませ。あとはですね、そちら有料になってしまいますけれども、アルコールのご用意もございますので、大丈夫という方はそちらの方もご利用くださいませ。なんかこの感じ懐かしいね。こういうではこちらウェルカムドリンクのイメージジュエルでございます。癒される景色だよ。うん、ああいうなんか灯台みたいなやつ好き。うん。うん。
あ和だね、ほうじ茶っぽくもある。はい、失礼させていただきます。一番下の方が塩味気になりますので、はい、下の段から召し上がってください、はい、で中段が和の小物になります。一番上がスイーツになりますので、はい、こちらの鳥皿、大きなプレートの方は鳥皿でご用意なさってください、はい、でこちらの方はスコーンこれから出来たてで、はいはい、お持ちいたしますので、はい、どうぞ。すごい、そのエビのやつからいきますか、うん、あ、これうまそう。ディル、うん、ディルか。で、これも多分ディルっぽいんだよ。たっぷりつけた？失礼いたします。スコーンめっちゃ美味しかったです。やっての。何それ。でももうこんな生活耐えられないじゃん。でもあれって断られたからカーッとして攻撃入ってるよね。でなんでそんなに怖がってんの。攻撃入ってんのかな。で今まであの生活に耐えてきてもう嫌なんでしょ。だったら出てきゃいいじゃんって感じだし。じゃあ出てってってなるよねって言われたよね確かに、うん、でもそんなエルサの態度も許せなかったのかも。なんでそうなってんのかも理由も知らないし。あ、だからエルサがそういう態度を取ったからそうなったと思うね。うん。理由もわかんないし。じゃあアナが正しい。あそこでアナが、いや、ちょっと待ってエルサみたいな感じで、その別に私はあなたを責めるつもりはないけれども、私はなぜこうなってるのかを知りたいし、で、私はこういうふうにしたくないから、あなたはそれはどうしてそんなに固くなりこだわっているの？理由はなんかあるの？とかだったら、ああ、なったでしょ。いや、ああいう
う風にするしかなかったんだよ。もう多分そうやって優しく言ったところでエルサは理由を喋らないと、門を閉めてで終わりで、であのまま門を閉めてパーティーが終わったらもうあの国終わりだよ。だからアナが正しい。そうかな。そういう白黒つけなくてよくないですか。Honey.